連盟は日本司会司会の掲げる理念と政策を実現するために政治活動を行う政治団体。日本司会司会が公益団体であり政治活動はできないため別に組織されている。ただ別の組織であるものの同時入り大会であったため入り大会の自由を求める訴訟が過去何件か起こされた。会長は長らく日本司会司会会長が兼任してきたが、 献金事件の起きた2004年から両組織の春別化を目指し、独自会長が務めている。会員数は約5万2千人。度重なる不祥事によりこの10年間で1万人ほど会員数が減っている。2015年に発覚した迂回献金事件の影響で大会規模を相次いでいるため、この傾向はさらに加速する見込み。 組織内候補の西村正美参議院議員の講演会に日市連から5000万円が寄付され、寄付と同日に同講演会から同じく組織内候補の石井緑参議院議員の講演会に5000万円が寄付され、日市連がこれとは別に、さらに石井緑講演会に4500万円を寄付していたことが発覚。東京地検特捜部はこれを政治資金規制法で、 禁じられた、迂回献金と認定。2015年9月30日に、政治資金規制法違反で前会長で現日本、司会司会会長の高木剛司生、会計責任者で前副理事長の村田子の無心、元会長の堤直文の3人が逮捕された。その後特捜部は、家宅捜索や西村、石井良参議院議員に対する任意の、 事情聴取などを行い容疑の裏付けを進め、10月20日に、全会長ら3人と、両罰規定に基づき団体としての日試練が、起訴された。2018年1月22日に村田元、副理事長が、東京地裁から禁錮2年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡された。同年6月27日には、 高木前会長と津々元会長に対してもそれぞれ、禁庫1年6ヶ月、執行猶予3年、団体としての日試練にも、罰金50万円の有罪判決が言い渡された。津々元会長は控訴せず判決が確定し、高木、村田両名についても最高裁で上告が棄却され、判決が確定した。日本司会主連盟推薦の国会議員。ありがとうございます。